はい、こんにちは。レトスのおのです。7月1日の3問に入る前にアドバイスをさせていただきます。今日から7月ですね。試験まで残り4ヶ月を切っているので、ラストスパートをかけていきましょう。分かっていない部分を明確にして、わかるようにしていく。これが勉強です。そのために、まず分かっていない部分を明確にすることから始めていきましょう。例えばなんですけれども、アプリ使って勉強している方、いらっしゃると思います。 で、えー、その場合なんですけども解けなかった問題にぶつかった時にその問題を再度復習するための仕組みっていうのを作っていますでしょうか単に解けなかった解説見たあそういうことなんだはい次の問題ということを繰り返していると結局その解けなかった問題を復習する機会ってあまりないと思うんですよでそうなってくると結局頭に定着しないんですよね 1一回解説見て、それで頭に入る方、まあ、もちろんねいるかもしれないけども、多くの方が1回、えー、解説見ただけで、それが頭に入るという方はほとんどいないんですね。私も含めて、何回も何回もやっぱ勉強しないと、復習しないと頭に入ってこないんですよ。また理解も深まりません。でそのためには、解けなかった問題というものを再度復習する仕組みを作る必要があるんですね。 例えばなんですけども、一番簡単な方法で言うと、解けなかった問題の URL をメモ帳のアプリなどでまとめておく。まあ、メモ帳なんでね、そんなに容量を使わないと思うんですよ。で、解けなかった問題があったら、それを、その URL をコピーしてメモ帳に貼り付けておく。コピペをするということですね。そうすると、解けなかった問題の URL がずらーっと一覧になってまとまるわけですよ。 そうすれば復習の時にそのメモ帳を使って URL を一つ一つ開いていけば解けなかった問題を再度復習する仕組みができるわけですよねそのようにして復習するこれすごく重要なんでぜひですね行ってみてください、まあ、他にね、えー、別途やり方があるというのであればそれで全然構いません、まあ、今回はね一つ参考程度にお伝えをいたしましたそれでは本日の3問に入っていきます A が B 所有の高土地の売却を代理する権限を B から書面で与えられている場合 A が C の代理人となって BC 間の売買契約を締結した時は C は高土地の所有権を当然に取得する丸か×かという問題です考えたい方は一旦動画ストップしていただいてこの動画の下の概要欄から問題文をご確認くださいで答えは×です 今回、双方代理という内容なんですけども、双方代理は原則禁止になってるんですね。でもし、双方代理、行った場合は、無権代理として処理して、本人に契約の効果は及ばないです。本人に契約の効果は帰属しないという言い方もします。まあ、これ、原則なんですね。ただ、例外があって、本人があらかじめ許諾した場合、もしくは本人が後で認めた場合、え追認した場合ってことですね。その場合は、有効になります。 つまり、この問題文では当然に C は公土地の所有権を取得すると書いてありますよね。でこれは誤りですね。これは誤りです。当然に取得するわけではありません。まあ、これ、実は理解をすれば当たり前の話なんですね。で、今回はこれをどうやって理解するのか、これを別途動画でお伝えいたします。で、この双方代理の理解の仕方については、 え、下記概要欄に、え、理解の仕方の動画の URL を貼っておきます。なのでそちら、え、ぜひご覧ください。え、いつも言ってるんですけども、もう丸暗記学習だとですね、え、正直合格点マイナス1点とか2点ぐらいまでしか持っていけないんですね。理解学習をすることで、楽にその合格点を超えることができるんですよ。 合格点プラス3点4点この辺りは普通に持っていくことができるんですねで多くの方がその合格点マイナス1点2点で落ちているっていうのはやはり理解学習できずにもう丸暗記学習をひたすら頑張ってるからなんですよ 丸暗記でもう毎日2時間、1年以上勉強したとしても、やはりですね、その合格点に到達する人って、ほんのごく一部なんですよね。頑張ったにもかかわらず合格できないっていうことになっちゃいますので、だからこそ、えー、理解をしていただきたいんですよ。そうすれば一発でも全然合格できます。法律知識ゼロの方でも、実際弊社の短期講座受講していただいて、理解学習を実践していただき、 で、一発で合格していってる方はたくさんいらっしゃいますので、もう苦しい勉強を続けるんじゃなくて、ぜひですね、理解学習に変えて楽しく勉強していただければと思います。それが合格へ繋がっていきますので、ぜひですね、理解学習実践していきましょう。では、問い2に入ります。信託業法第3条の免許を受けた、信託会社で宅地建物取引業を営む者は、国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業者とみなされるため、 営業保証金を供託した旨の届出を国土交通大臣に行わない場合は国土交通大臣から免許を取り消されることがある丸るかツかという問題ですえ答えはこれツですね、まあ、これは営業保証金の問題というよりは免許の用費の問題かなと思います、まあ、そもそも信託会社っていうのは国土交通大臣に届け出るだけで宅建業を適法に営むことができるんですね で、これっていうのはそもそも、信託会社っていうのは免許のルールが適用されないんですよ。宅建業法の免許のルールが適用されません。よって免許を取り消されるってこともないんですね。だから誤りというふうになります。まあ、きちんと理解をしていれば答え導けるんじゃないのかなと思います。では問いさんです。高度利用地区とは、用途地域内において市街地の環境を維持し、または土地利用の増進を図るため、 建築物の高さの最高限度または最低限度、かっこ、え準都市計画区域内にあってはえ、建築物の高さの最高限度、これを定める地区を言う、丸か×かという問題です。答えは、これ×ですね。高度利用地区っていうのは、高さの最高限度または最低限度、こういったものは定めません。高度利用地区は、容石率の最高限度または最低限度を定める地区です。えちなみに、 高度利用地区っていうのは、現状道路整備等が進んでいなくて、また、用途地域の指定によって、高層の建物が建てられない区域だけれども、これから発展させていこうという場合に、高度利用地区を指定して、道路を整備し、巨大で高層なビル群を作って、街を活性化させていくための地区です。これぐらいのイメージくらい持っておいたら大丈夫です。そして最後にお知らせです。試験まで約3ヶ月。そろそろ実力はついてきていますでしょうか 実際弊社の受講師さんは、すでに模試を行っていただいて、コンスタントに40点前後、取っていただいている方もいらっしゃいます。勉強の仕方を間違えなければ、卓剣試験は4ヶ月あれば一発で合格できます。弊社の受講師さんの中でも、中卒で元飛び職、法律知識が全くゼロ。この方は、7月中旬から受講していただいて、たった3ヶ月で一発合格しました。この方でも3ヶ月で1回で合格できる資格なんで、 あなたも今年合格できます。勉強始めたはいいけれども、なかなか理解できない。解けない問題がたくさんある。今年合格できるか不安。でも絶対今年合格したい。もしあなたがそう思っているのであれば、短期集中実用カップ講座おすすめです。理解すべき内容は解説に書いてあります。具体例、考え方、関連ポイント、一緒に解説に書いてあります。分かりづらい部分も分かりやすく噛み砕いて解説してあります。 もしそれでも分からない場合は、直接私にご質問いただければ解説させていただきます。今からでも今年あなたに合格していただく自信ありますので、一緒に勉強できたら嬉しいです。短期集中実用カップ講座はこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますんで、ぜひご確認ください。あなたの受講をお待ちしております。卓券合格目指して一緒に頑張っていきましょう